友人だから。あ、どこで手に入れたのかは知りませんが。今まで彼女に正式なデザインの授業を受けさせなかったことに、この国の服飾業界が何をしていたのかと疑問を覚えたことですわ。よほど目がくしだらなのですね。勇者、役に立たない目は節穴。ユーシェはヨーロッパの有名な服飾学校へ進学することもできたんです。それなのにルナがいるというだけで、この遥か遠く日本へ来た理由の一つがルナであることは否定しませんが、ま、あの強い鼻っ柱をへし折ってへこませてやりたいというのが主な理由ですけど、私のセンスを高めるための競争相手として上等なのです。そして最後に華々しく散るライバルとしてもルナ以上の敵役はいませんわ。私のデザインを見てとてもかなわないと泣き声でひざまずくルナの姿が今から楽しみ。